ミュージックバースフェス、そう久しぶりのライブだったし、しばらくライブもなくなっちゃうのもあったね。結構いろいろ、うん、そうアニメのね、あのファンの方、アニメが大好きな、アニメというか VTuber さんがすごい好きなファンの方がすごく多かったので、そうなんか普段のねアイドルのライブとはちょっと違う感じで、そうどんな感じなんだろうとかね、そうめっちゃね、そうそうそう男性がめっちゃ多くって、そうそうどんな感じなんだろうって感じだったんですけど、そうだし、なんかそのやっぱりアイドルのさコールとかと違うじゃんか、だからすごいねどんな感じなんだろうって思ってたんですけど、でもすごいねいっぱいもうめっちゃ一緒に盛り上がってくださったから本当に良かったなって思いました。うん、そう本当にねえありがとうございました。そう男性の方多かった、もっと聞きたい、ありがとう。今日の髪型またしてほしい、今日本当になんか悩んで、髪型もどうしようって悩んでて、そう何がいいかなって思って、その面からの衣装だったからさ、飾りがちょっとリボン長めのやつだからさ、どうしようどうしようってなって悩んで、そう悩んで最初はなんかおろし巻きみたいな感じでここに2個つけようかなって思ってて、そう悩んだ結果、でもなんかすっきりしないなってなって、でなごみちゃんハートありがとう、うん、そうレジありがとう。そう今日はね6曲ぐらいかな、そうとても楽しかった、嬉しい、よかった、ありがとう。そうノロ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 からイラついして、そうたくさん初めてマメントにコメント、嬉しい、ありがとう。通知もどんどんね、もうそうそうそう、もうちょっと、そうメイゴールラブもやったし、なんかお姫様とかねすごいあのカバーしてくださってたんですよ、あの私も YouTube で見たことがあって、そうえみたいな、カバーしてくださってるってすごいめっちゃ可愛い声で、そうカバーしてくださ歌ってくださってて、そうだからなんか嬉しかったし、そのなんかイントロなってさいつもさファンの方、まあ、アイドルのイコラブとかの時はすごいわーってなってくれるじゃないですか、であなんかそういう感じじゃないじゃん、今日ちょっと違う雰囲気だったからええって思ったんだけど、でもなんか言ってくれてたのかな、めっちゃ声聞こえて嬉しかったです、めっちゃなんかそうやっぱり初めてあのイコラブのことを見る方も多かったと思うから、今日そうだからねどうもうそうって思ってたんだけど嬉しかったよえ3次元のライブ初めて、嘘でもそうだよね、2次元っていうの 2,
2次元だよね、 2.5 次元じゃなくて2次元だよね、確か2次元だから違った感じだった。でもなんか新しい空間で新鮮だった。うん、あ、そうなんだ、嬉しい、コールしてくださって嬉しい。そういっぱいなんかペンライトもね、そう振ってくださってね、嬉しかったです。めっちゃなんか私のファンの方だっていうのが分かって、結構後ろの方らへんにねたくさんいらっしゃって、そうペンライトを2色持ってくださってて、あーってなってたんだけど、なんかめっちゃ前らへんにもうなんかそのペンライト持ってる方がいて、えって思ったけど、なんかね違う感じの、そうなんか結構後ろらへんに多かったよね、コラボの方。わかんない、たまたまなのかな。でもなんか見るじゃんそのペンライトだけど、なんかアニメのっているのかな、アニメじゃないよね、 2.2 次元のキャラクターさんでいるのかな。すごかったもんだって、ペンライトが黄色一色だったりとか、もうすごかった、めっちゃ新鮮だった。でもこんばんは、そう新鮮でね、黄色すごかったよね、めっちゃ、あとめっちゃすごいね、やっぱなんかさ、こうすっごい男性の方が多かったから、もうすごかった、なんか新鮮すぎてめっちゃそうなんかさ、私たちのライブでっていうのはあるけど、その私たちがの出番が終わった後に一回ステージ裏でその待機してて、最後「ウォンチュウォンチュ」をね一緒にあの歌うっていう感じだったから待機してたんだけど、その間にそうスワルさんが歌ってらっしゃってて。その時もうすごかったの、もうめっちゃ声とかもすごくってね、すごいなんか違う雰囲気と思って、そうすごかったそうすごかった、えっちゃんスワルさんのから黄色、え、そうだよね、黄色めっちゃすごかった、すごいねえ。今日の収穫好き？あ、そう、切ったの収穫ちょっとだから短い、うん、タワーさんだ、ヨシキかな、ヨシキありがとう、ヨシキ嬉しい、久々だね、ヨシキスワルさん、女の子、え、だよね、女の子だよね。でもなんか歌めっちゃいいね、なんか普通になんかリサ結構歌から入る人だからさ、なんか歌聞いててさ、え、めっちゃいい歌って普通に思って、あんまりその VTuber さんとかめっちゃ詳しいわけじゃ ないんだけど、すごいなんか歌めっちゃ良かった。視聴やったのお疲れ、書いてほしいことあるよ、しき、そう、え、めっちゃいい曲ある、マジ知らない世界だったけどめっちゃいいって思った、すごい、だってやっぱキャラクター可愛いしさ、なんかしかも歌ってくれるっていうさ、ね、ところよね、うん、めっちゃいい、よかった、いい歌だ、うん、そう髪型珍しかったでしょ、今日はいつもと違う感じにしたよ、こ
コラボ好きで言ってくれる方がいて、うん、本当に嬉しかった。うん、ね、思う。なんかそう、コラボのこの歌好きとか言ってくれたら嬉しいなって思うし、コラボのことをしてくれたらいいなって思いましたね。松阪牛はまだ届いてないから、まだです。そう、いつもと違う雰囲気だった。しおぴちゃんありがとう。ひめさん嬉しかった。嬉しい、ありがとう、見てくれて。うん、よかったね。松井ステージいるように言って、え、すごいよね。え、めっちゃわかる。本当にすごかった。すごすぎて。見たよ、ゴーちゃん、ありがとう、教えてくれて。本当に。あ、え、サインの登録明日まで？明日までか。そう、遅いんだよね、ちょっと。待ってて、絶対教えるから。すごい、なんか前髪が薄い。ありがとうね、りょうた、来てくれて嬉しい。新鮮だったよね。あ、ノアとんじゃん。今日は低めなんだよ、ちょっと。え、そう、2つのね、位置もちょっと低めにしたの、いつもと違う感じで。あんまりわかんないけどあ、なんか飾りつけてたらわかんないけど、これで見たらね、低めなんだよね。あ、来週までなんだ。今日も春の日ありがとう。そう、そうなんだよ。うん、嬉しい。いつもコメントしてよ、またいつもコメントして。あ、初日、あ、マジ初日明日まで。じゃあニックネームみんな忘れないように気をつけてね、マジで。ショールームってあるから、明日の12時までか。危ない、気をつけて、マジで。本当に本当に本当に。前回の名前登録した、嬉しい、ありがとう、よかった。次のお休み、あ、え、いいで、カフェカツいいよ、カフェカツ。うん、そう、本名大公開になっちゃう。はなちゃん、ありがとう。昨日はね、配信してなかったから、ちょっと会いた。ももかちゃん、ありがとう。来るってリップしてくれて、リップっていうか、ポストしてくれてたの、嬉しかった。ありがとう。昨日、寿司カツして、見たよ、写真。マジで、いいね。寿司カツいいよね。パズル頑張ってるの？みんなお仕事とかお疲れ。ナレーション元気？元気というか、元気なんよ、いつも別に元気だよ、いつも。あんまりなんかりさ、テンションがあんま高くなんかできないですよ。なんか本当にテンションがあんまり、いつもなんか普通の日は低いというか、なんか普通なんですよ。本当になんかイエーイみたいな感じじゃないから、なんか元気をね、元気にしてます。試験勉強お疲れ。そう、元気にしてるんだよ。そう、お姫様のセンターの可愛いって、え、嬉しい嬉しい。ホロライブのファンの方が言ってくださったの。じゃあ、ありがとうございますって伝えといてください。カバーもしてくださってありがとうございますってお伝えください。その調子のことか、OK、歌ってくれたの、ありがとう。なんかりさね、ショールームもなんかその結構テンションめっちゃ差が激しくって、
多分なんかもうなんだろう、高い時と普通な、普通というかなんか普通な時と結構なんか違くて、シー君ありがとう。そうなんです。でもプライベートの時の方がテンションは低い、な低いっていうか普通、なんか高くもないで、そういうナレーションとかってさ、なんかその一人でさ、なんかブースに入ってさ、なんか光ったら喋るみたいな感じで、なんかどうやってもテンションがいつも上げれないわけよ。上げるんだけどねそう、あげるんだけど光ったら喋る、あのねレックみたいな感じだったら喋るし、光った瞬間にあのどうもみたいな感じで始まる。そう、あと意外となんかその尺にはめるっていうのが難しくて噛んじゃうね。そう噛んじゃうんだけど、なんか普通のテンションで喋るとこんな感じになっちゃって、これだとさ低いわけよ。なんか私マリサですとか言うとちょっと低いじゃん、なんか大丈夫みたいななるじゃん。なんか本日のナレーションの担当は私マリサですとか言ったら、いやなんかさちょっと低くない？だからなんかそれはちょっと違うよなって、なんかやっぱ温度差もあるしさ。そう声だっけ、声だっけ。そうだからあの笑いながらあの言うんだよ、笑いながら喋りながらなんか私マリサですみたいな感じ言うのおもろい。そうそうなんや。いや声低いよりさ、なんか声が低いっていうか声あんま明るくない、なんか別に。そう結構なんかそれはなんか多くて、なんか私あんまテンション基本高くないっぽくて、なんかあのレコーディング、歌のレコーディングの時もテンション低いんですよいつも。本当のレコーディングの前に仮のレックみたいなのするんだけど、なんか本当のレコーディングは高くいけるんだけど、なんかその一個前の練習、なんか仮のレックみたいな時がマジでなんかテンションが毎回なんか上げれなくて、本当に暗くて、なんか本当に暗くてもうなんかえみたいな感じなのめっちゃ。そうだからなんかいつもライブとかはもう絶対に明るいし、なんかだからいつもね、なんか CD 音源よりもなんかめっちゃ明るい時が多いよね、なんか歌ってる時の方が。まあそれはそうだよね、だって目の前にさファンの方がいてさ、そりゃそうなるよねっていう。だからなんか本当にレコーディングする時もはなんか絶対に想像するよ、もう必死にこれを披露してるって思って披露結局する曲じゃん。だけどイメトレだからその夏マトペとかの時のセリフの時とかもどうしてもなんか最初テンションが上げ、あの仮のね時フルで全部撮って自分の歌いまだ分かんない時もうとりあえず言うんだけど、でも本当にテンションがねいつもね低い基本テンション低いよ。低いっていうか常にそんな明るく、いないからさ、そう高いよいつも。だからナレーションとかは高いです結構。そうしかもなんかねいろんな声になるね。そう分かんないよ正解、分からない。うんそうでもテンションそんな低く高くないかも。そこまで声は暗いのに明るくするって思って、え難しいよね。だからなんかそう結構なんかしかも結構ね慣れ慣れの時はゲームをこうしてるからさ、その抜いたとかあるじゃん、誰々が抜いたとかっていう追いつけとか言わなきゃいけなかったりするじゃん。だからその時とかのテンションとかも結構むずい。
なんか行けーとか、そう言ってます。画面を見ながらね、そう難しい。タオさんやばいやばいやばい、よしきありがとう、遅くなってごめん。みんなと会う時は絶対に高いよ。もう一番多分私が一番テンション高いのってみんなに会った時だと思う。本当に絶対にそう絶対にそう。よしきありがとう。久保田さんめっちゃ激しい、めっちゃなんか暗い時もある暗すぎて元気ない子みたいな。よしきありがとうね、出張疲れ、マジで待ってて、マジで本当にありがとう。ありがとう、ごめんね遅くなってやばい時間ないのに。ありがとう。テラサで検索無料見逃し配信はアベマ TVer で、見落としを防ぐ便利なお気に入り登録がおすすめですなんだっけ、テラサで検索忘れちゃった。もうめっちゃ久々すぎて全部がナレーション久しぶりすぎてやばい。ありがとう。待って、次はゆうちゃんかな、なんだっけ合ってる。無料見逃し配信はアベマ TVer で、あれね、あれめっちゃ早くやなってね、もうね時間が間に合わない。アベマ TVer で見落としを防ぐ便利なお気に入り登録がおすすめです。今回はなんだっけ、なんとかに挑戦、あ、ゲーミングなんたらをゲーミング、ナレーションは私マリサです。こんな感じ。いやめっちゃ噛んでたリサ最初は、もう言えなくてやばかった。そう覚えてる、ね、やばい急がなきゃ。やばいやばい、ゆうちゃん書いてほしいことある。そう収めようと、ね、やばいやばい、でも収めないと次のワードが飛び出ちゃったりするんだよね。そうできるかなとかだよね、難しいよ。なんかなんだっけ、なんかそうそういう多いよねそういうの。待ってやばい時間ない、どうしよう、ナレーションテンション高めに行かないといけない。いつもテンション高めに行ってるよ。ちょっと低くなりがちテンションだから、絶対に上げてる、いつもテンション始まるときに笑って笑ってる。あ、待ってゆうちゃんがいっぱい、ゆうちゃんが2人いる。待って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 ね、待ってね、ちょっと待ってちょっと待ってね、変なアプリを開いちゃったよ。待って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 、まずい、まずいよね、待って時間がない時間がないよ待ってどうする、誰から行けばいい、リサ。書かなくてもいい、え待って、いや書くよ、えねちょっとさ、ちょっと待って、さ待って、じゃあ宮森ゆうちゃんちょっとまた来てもらっても大丈夫テラサ行っとくの死ぬテラサ
ねえみんな優しい。木村ねえ待って、ねえ木村もねえちょっと待って、あと言いたいこともあったりさ違う、言いたいこともあるんだよね。待って待って待って、どうしよう、間に合わない、私間に合いません、ちょっと待って、メモメモメモ、木村宮森ねえちょっと明日さゆっくりしたい、明日めっちゃ長く やるからさ、来てくれる？メモった今。あ、そう、言いたいことがあるんだけど、言いたいことがこれもある、これは結構大事大事なことがあって、ちょっと待ってね、どっちもいい？次でも、あのなんか多分ここにいないとは思うんだけど、モーメントに、そのちょっと待って、笑うことじゃないよこれはね、笑うことじゃないんだけど、この情じゃなくて、いや多分ここにはね多分いないと思うんだけど、なんかモーメントとかにあげた写真とかをポストで見かけることがあって、なんか文章でモーメントとかに書こうかなって思ったんだけど、なんかこう伝わりにくかったりとか、そうやっぱり言葉が一番伝わるなって思ったから、そう言うけど、でも多分いなくってここにはいないと思うんだけど、そうなんかファンクラブそう限定だし、そのやっぱりファンクラブだからこそこうあげようかなって思う写真とか結構あったりとかして、その前さ私が超絶ヒロインやった時の写真もその SNS ポストに同じ方なんだけどね、そうあげてらっしゃってて、でもなんかその私だけが見れるやつもあるじゃん、そのモーメントじゃなくて、そのなんか私ポストの中でそれかなって最初思ったんだけど、でも普通に見れるやつだったから、そうなんかそれがそうなんか難しい、サークルとかだったらねまだいいんだけど、そうなんか結構ファンクラブ限定で昨日の写真とかそういうのやつを載せたから、ポストはねちょっとあれかなっていうのがあるんだけど、でもそうここでねあれここにねいる方は違うから、でもそう分からずにねそうやってる方も多分いらっしゃると思うから、前も確か翔子とかがそう言ってて、そうなんかファンクラブのなんかやっぱりファンクラブに入ってくださってる方が見れる限定のコンテンツっていうのもあるから、そうそれはそれとまたストーリーとかポストとかはまた別で写真をねこれからも上げたいなって思うので、そうこれはそう今日これを伝えようと思ったんだよそう昨日ね写真モーメントあげてたから、そうそう昨日 それを言おうと思ってたっていうのもありました。そうでもそんなに多くの方が別にその転載してるわけじゃないから、そうだからそんなにあれなんだけど、そうありがとうたくさん、そうこれを伝えたかったんですけど時間がなくなっちゃって本当にバタバタでよろしくないね本当に。そうでもこれはね私だけじゃなくて他のメンバーもそうやっぱりそう限定でやってるから、他のメンバーの写真も見つけたらちょっとねぜひ、まあ、優しくそう言ってもらえたら嬉しいなって思います。っていう感じで、すいませんちょっとバタバタでちょっと一旦急いでランキング、13位チャルモグ、12位バイク生田さん、11位かえちゃん、10位タカ、9位トメゾン、8位ヒロミン、7位お塩、6位ズッキー、5位カナタ、4位ユウキ、3位宮森ゆうちゃん、2位木村、1位がヨシキでした。ありがとうねヨシキと木村と宮森ゆうちゃん、絶対に書くから、本当にたくさんちょっと伝えたいことが多すぎて時間がなくなっちゃったので、
明日ちょっとゆっくりやりたいと思うので、ぜひまた話しに来てもらえたらなって思います。やばい、時間がない。本当にありがとうございました。短い間だったけど、ミュージックバスフェスもありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。